山田久美子は福岡県出身の元バスケットボール選手である。ポジションはセンター。コートネームの点には点、点などあらゆる点がかかっている。名古屋短期大学附属高等学校では全国大会でタイトルを獲得。卒業後、競合のシャンソン化粧品に入社。全日本にも選ばれ万国アジア大会で金メダルを獲得するが、 出場機会は徐々に減少。2001年、日立ハイテクノロジーズスクワレルズに移籍。出場機会を増やし、チームの得点源として活躍。2002年世界選手権に出場。2006年、ジョモサンフラワーズに移籍。シャンソン・ジョモの女子バスケに強をなす。両チームに所属した初の選手となる。全年独自軸のレギュラーシーズン敗退を味わった。 チームの救世主として3シーズンぶりの優勝に貢献した。ドーハアジア大会でも銅メダルを獲得。2007年アジア選手権の日本代表に選ばれる。2012年ロンドンオリンピック世界最終予選で代表復帰。2014年引退。現在は JX エネオスバスケットボールクリニックのコーチ。ありがとうございます。